優勝トロフィー授与、株式会社東京スポーツ新聞社中部支社社長村瀬忠弘様より授与いたします。おめでとうございます。それで改めまして見事優勝となりました、小畑芽生選手です。優勝おめでとうございます。どうもありがとうございました。しっかりと一幕から逃げての勝利でしたけれども、いい調整はできました。そうですね、まあ、エンジンは自信があったんですけれど、はい、もうガマゴーリで何回も失敗してまだ優勝してなかったんで、今日はちょっと思いのほか緊張しました。もう必死でした、はい、そして見事ガマゴーリ初優勝ということになりました。お気持ちいかがでしょうか。そうですね、これで東海地区が全レース制覇できたんで、さすがです。まああともうちょっとあるんですけれど、はい、春が、まあ、それに向かって頑張っていきたいと思います。またですね、はい、今節は見事2戦勝も達成ということになりましたが、ちょっと今節決めようかなという思いもありましたか。いや、エンジン的にはまあいいところがあったんですけれど、まさか2戦勝できるとも思っていませんでしたね、はいはい、実際も行われまして、ね、メモリアルの水面になりましたね、ガマゴーリが。そうですね、まあ、あの師匠の黒明さんとか、先日引退した、兄貴分の片山明さんとかにこういろいろ指導いただいて、まあ、ここまでこれだと思ってます、はい、それでは最後またこちらに集まっていただきましたお客様に喜びの声をお願いします。もういつもあの失敗ばっかりして、あのガマゴーリの皆さんには迷惑かけてたんですけど、あの今日はなんとか期待に応えられたと思います。また今度来る時もしっかり頑張りますので、応援のほどよろしくお願いいたします。優勝いたしました、渡辺選手、ありがとうございました。拍手をお願いいたします。